もしもし。あ、どうも、大空すばるさんですか。あ、はい、こちらの大空すばるの謝罪会見なんですけれども、お名前は。あ、私は、白神吹雪と言うんですけども。ようこそ、お世話になっております。あ、大変お世話になっております。なんかちょっと聞くところによると、はい、ケモ耳の予算ご理解でない。ちょっと理解はしているつもりなんですが、ちょっとやっぱりまだ深い知見を得ていないというところですね。はい、なるほどなるほど。なのでこの素が打ってツイートした時のちょっと気持ちについて教えていただいてもよろしいですか。あー、そうですね、この瞬間はですね、はい、もうこれまでの4年間は何だったのか。いや、可愛いと思ってるんですよ、スバルはフブちゃんのこと。本当にもうデビューした時からもう声も可愛いしね、や、野望も言ってましたけど、声も可愛いし、そのね、もう見た目もね、可愛い、お耳も可愛い。ただじゃあ、耳がなくてもフブちゃんは可愛いでしょ。そういうことなんですよ。このケモ耳はアイデンティティなんだよ。あ、すいません、確かにそれはそう。それはそう。なくてもいいじゃん。あっての白髪だったよ。すいません、おい、どけますよ、そこでは。